おはようございます。おはようございます。次の目的地は、次の目的地は、はい、またちょっと群馬に、あ、群馬に、はい、ちょろっと足を踏み入れて草津温泉、はい、湯畑、湯畑っていうとこ、はい、なんか湧き立ってるような温泉街、温泉街、はい、そうみたいな。温泉は入らず、入らず見学、はい、あなんか無料で入れるとこもあるらしいけどな。あ、そう、うん、まあ、横目に見つつ、まあでも入りたてやからね。入りたてせやな、開活行ったばっかりけどな、はいはい、ちょっと今清潔なんでまだ早い、はい、風呂の必要はそれ以上清潔はいらん、はい、ということで、うん、はい、行ってみますか。向かいます、はい、はい、行って温泉入らへん人いるのかな。ここにいますね確かに身近にいた2名ほどいます。2名ほどいますね。2名ぐらいかな。あ、何これ温泉、わ、すげえ、すげえ湧き立ってる、地獄や、すごい、すげえ。だからこの辺硫黄の匂いするんやな。せやな、すごい、すごい、もうつくやん。ほっぽい COP って書いてある。あ、無料臭いね。目的地に到着しました。ルート内容を終了します。夜の8時半から朝の6時半までは閉鎖やって、ということで、はい、あのサクッとついて、サクッと歩かんでよかった。そうやな近いところに駐車場があった。あ、泊まってた道の駅から5分ぐらいところに、うん、そう、なんか歩いて15分ぐらいし、うん、歩いて行こうかなと思ったけど、ちょっと車道やってな、うん、ちょっと怖かった、怖かったな。有料かと思ったら無料で、無料でしたね。ありがたい。ビバリーヒルズに出てきそうな、あのビバリーヒルズ、そう、ドラマのやつ、ドラマのやつ、こんなとこなちょっと違うか、俺のビバリーヒルズのイメージと違った違う、アスナロ白書か、え、アスナロ白書か、アスナロ白書、うん、こういう道出てこないんだった、こんな木があって、キムタクのやつ、うん、あ、違うそれは1個ぐらいそういうシーンあるかもしれないけどそれでアスナロ白書を語られてもどの回やねん、それそれあれやで、あのドラえもんでお風呂のシーン見て、うんうん、ドラえもんっぽいって言ってるのと一緒やでどのシーン、どのドラマにもあるわみたいなそうそう、どの漫画にもそやであ、すっごい枠湧いてるね。それ先に通ったとこ、通ったとこやな、うん、こっち行ってみますパークさんが地獄やりたとこ聞いてた、うん、返事ないからさまあええやと思って地獄やりてた地獄だね。でもあるやろあ、あるな、温泉のなんかあるあるあるな、うんちゃんも結構人をけなすやんそうだから、ああいうとこ掘り込まれるで大勢は気をつけろ。来世に放り込まれるのじゃあ俺無害ほんまや、全然影響ないな。今世の俺勝ち逃げ来世の人かわいそうやな、なあ、そらあかんわ今世にしよう週末や、文治の週末は地獄やあ、その週末か、そうそうそう、今週末に行かなかな早すぎるな、早いな、まだまだ焦らすわすごい組んでるな、もっと余韻残さないとびっくりした、早すぎる、ウィークエンドかな思ったウィークエンド、五稜郭ちゃうな、何やったっけ、天皇がお住まいになられてるところって何やったっけ、五稜郭ちゃうな、今どこに、どこ、皇居、今出川京都ないの嘘、あ、こ違った、え、もう京都移った、いや知らん、あ、違うよな、なんかそういう噂があって、噂あったよな、うん、本拠地が変わるみたいな、うん、違うね、本拠地皇居の庭園こんな感じっぽくない、あ、よくテレビでいつの日かに追っかけはるやん、なんか、うん、じゃあちょっと手振ってみてさあ、早くがちょっと気持ち伝わったそうやな、なんか調子乗っとんなって感じなんだ、やらしといてないよね
あー匂いがしてきた。お、卵持ってきたよかったな。え、家庭やってええの？あかんの？ええの？あかんの？ええの？あかんの？ええの？買ってきてよ。温泉卵作れんじゃん。いや、作れたとしてもいいの？勝手にそんな足湯でやったらダメよ食材を。そうやな、しかも足湯のぬるさがせやろ、固まらへんな。常識的に考えたら無理ちゃう。え、でもさ、うん、人間の肌と卵の肌どっちが汚いっつったら、そういうのがじゃねその理論どうでもいいモラルのもんだ。モラル、ほんま中にはペットの足つける人もいるんちゃう。いや、それ言い出したらいいで、うん、例えば人間の体より、うん、うんこ方が綺麗な場合、うん、じゃあ、あの温泉の中でうんこしてもいいっていうことになるやん。ああ、そういう問題やん。そういうの嫌やな。そうやろ、うん、どっちが綺麗とか判断基準はそこじゃない。ああ、その理屈のこね方が嫌やなそれはもうそうやなしか言えへん。初めに理屈こね出したらそっちやけどこっちが汚いとかいいだろ。ごめんごめん、私、うん、あ、俺にうんこまで引き出させておいてお、すげえ足湯してはる。え、足湯してはる、してはる。あ、ほんまや。お、すげえ、ゆだってる。ほんまや、すごい。え、ここは卵がバレたのかいや、もう温泉卵買おうや、そしたいや、作るからいいんや。お、すごい、すげえ、すごい。温泉が流れてる。ちょっとちょっといいね、ちょっと触ってみる。ああ、おお、めっちゃ気持ちいい。向こう行く。いや、俺ちょっと今カメラやってる。おお、あれで向こうまでずーっと。あ、足湯の方にもちょっと行ってんじゃん、こうやって。これ何やから緑色になんねやろな。なんやろな。あ、ここ匂いすごい。すごいよね。すっごー。でも割と透明よな、そこに。せやな。で、へえ。すっごー。文ちゃん触った？水。お湯。あ、いや、触って。触ってみたらいいのに。なんで？え？どうす。汚い湯があるじゃん。今のだけはほんま自分で言ってて、何でもおかしいなとなんでってせやろ、せやろ、それもそれ、せやろ。どう？わー、高い、すげえ。なんかぬるいよな。ぬるいぬるい。あ、気持ちいい。すげえ、むっちゃ気持ちいい。すげえ。どう？どう？温泉王子はどう？成分わかる？え、どういうこと？コードとか？あ、そう、そういう感じ温泉ソムリエすごいね、めっちゃ。ってことはこの辺の石あったかいんかな。ポスト3つ。おお、え、これさ、どこ行きとか買うのかな。飾りやろ。飾りなん、うん、風呂に入れたら届きませんよみたいな。いや、もう確実に入らないように蓋して。あ、そうなん、うん、やそっか、オブジェかえ、試食いいんですか。あ、ありがとうございます。あったかい。ありがとうございます。あ、あったかい。あ、すいません、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。あらはれ。あ、なんかね、ちょっといただきましたテレビの人めっちゃ来てますね。あ、いいね、黒糖饅頭かな。うん、あ、ゆだってる。9個入りやったらちょっと安くなる。あ、年度6個入りからあります。お値段他のバイピーより300円以上安いよ。はい、5日ですか。お嬢さんたちもどうですか帰り寄る、ね、こんな感じで一番ちっちゃいのが6個入りからあります、はい、選んでください。と、ね、いうことで、
帰ります。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ美味しかった。あの買えませんでした。いや、買える気やったらな。お土産に僕は ああいう出にくいとこで普通に出るの好きなんで、うん、じゃあ行こうかみたいな。めっちゃ気使うわっていう感じ。あれめちゃめちゃ好きなんで。サイコパス。そうやね。なんかどっか昔お店入った時、どっか旅行宮崎やったかな、行った時に、うんうん、なんか手作りでお蕎麦屋さんやったはって、ほんでなんかほんまに親戚の家みたいな感じで、うん、畳の上上がってお蕎麦を、うん、あった食べとかってやった。あっこで食べた後にそのお蕎麦屋さんの店主の人がお茶の中話、ね、めっちゃ長話で言わんといて、いろいろなんかそこのうなぎの話とか、なんかいろいろ親切に教えてくれたってあった。嫌のに私はなんかもうそういうの吸収したいから、へえ、あ、そうなんですかみたいなって聞いた文ちゃん急に最後泣きそうだった。あったあった。目の前でよう言えたな。いや、あれでも結構俺聞いた方がやった。言えへんわ。いや、言わへん、言われへんわ。なんかこうショップとか行って、あの店員さんと喋ってくれやん、うんうん、こう買うんかなっていう流れで買えるの好きやん。いや、ちょっと自分も、うん、もうそんな買う気もないし、うん、あ、買いたいなっていう時はおよう言うてくれたと思うねんけど。やろ。でもなんかこうふん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 ってすごい親切に喋ってくれてはる人の目の前で、うん、急にじゃあみたいな。あれはびっくりするよな。パークさん自分から帰るって言えへんから、うん、あ、言えへん。もうずっと話聞いてるよね、うん、そうだから、うん、ちょっとお互い間開くときあるやん。ある。でお互い向こうの人ももう喋り疲れたなと思ったら、ああすいません長々とって言って、いや俺今から今から快進撃来るなっていうときに帰るのが好きやん。もやもやどうしてんのその人。あ、ちょっと時間なんで。時間。あの勇気ないわ。あ、そう、うん、滑り台みたいな。お、すげえ。これ熱湯ちゃうの。これ何あれ、これが源泉ちゃん。流しそうめんみたいな。そう、もうここで茹でれるやん。一石二鳥。一石二鳥や。おー、すごい。これ激熱ちゃう。すごいね。すっごい。今どっちの意味の激熱やった。ちょっと下見て、ちょっともうちょっと右斜め下がいい。右こっち？うん。うん。今度左斜め下。ちょっと見方が面白いね。足古い。いや、いいと思う、いいと思う。あ、ちょっと古いな。温泉のこの硫黄の匂いを嗅いでるだけで、うん、肌こう浄化できひんのかな。硫黄って浄化すんの。そういう感じ。ほら温泉入ったらさ、一皮むけるやん。温泉まんじゅう、温泉卵。温泉入ったら一皮むける。その意味よ。ふやけてってこと。ふやけてかさ、ほらなんか脱皮するっていうか、汚いほら皮膚が取れて、ほらツヤツルツルなるやん。温泉卵もツルツルやん。あん、卵じゃあ卵元からツルツル。そう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 、別に温泉じゃなくて。あ、関係ないの。あ、ちょっと紐がやばい。そう、紐がやばい。これ取れやすいな。これな、飛ばして下からこう入れて中から、うん、でな、こうしといて、うん、こう入れて、うん、で、この間に、うん、え、何それ。こういう使い方のためにあんねんて。嘘。そしたら緩まへんがね。もうすでに閉まってるで。おう。で、あと紐長い人にはかなり、うん、え、でもこれそもそもここが取れたらどうするの。いや、取れた時にここが緩みにくい、うん、緩まへんし、あ、そういうことか。 その知識どうやってなんか集めたん。どうやった。なんかようわからんとこで知識引き出すような。引き出す引
引き出したの多分ないで。あれは知ってただろ。なんかどうなってんの。フィローするとこないけど。なんでそんなこと知ってんのっていうこと知ってるよ。これはね。おお。完璧やろ。しまった。そうやろ。あ、かかと浮かんくなった。そうやろ。やるー。お手柄や。立ちくらみしたわ。やるー。お手柄いただきました。お手柄やん、うんちゃん。使ってください。太鼓回そう。使ってください。パコさんってなんかほんまに上からよな。な。やってもらっといて。ありがとうっていうよりは太鼓判をそうやる。合格。すごいよね。はい、あそんな感じです。